皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうもシモムでございます。ちょっと今日曇りっていうね、まあもう3時とかなんですけどね、3時ぐらいなんですけど、どう、平日なんでね、ちょっとやっぱ人少ないんで非常に登りやすい。ふふふ、大した話してないけど、30歳の男がただ登ってるだけだけど、みんなもね、登山してる気分になってね、よいしょ。まあでももう今年も終わるということで、皆さんね、正月がこれから待ってます。楽しみですね、非常に。一番やっぱ正月って、ね、テンション上がるからね、何するわけでもないけど、正月って聞いただけで、テンション上がるし、これなんか俺逃亡犯みたいなね、警察に追われて逃げてるちょっと帽子かぶったんですけど、逃亡犯みたいな、ね、風が強いから。走れ走れ、元気出せ、山頂待ってろよ、山頂山頂山頂、早く景色見たい、ご褒美くれい。あら、あららら、まだだよね、まだだよね、あ、びっくりした。ここ山頂？え、ちょっと待って。え、ここ山頂？あ、ここ山って、すいません。あれ山頂じゃん。山頂、ぬるっとついて、ちょっとごめん。撮り直すわ。あ、ここ看板あったけど、俺ここから、ごめん。ぬるっと来すぎた。こんなお前大和落ちやったらもうボロクソが怒られる。テイク2テイク2、ごめんね、ちょっと下がってテイク2行く。で山頂までの景色、テイク2、3、2、1。いや結構登ってきたけどね。あれちょっと開けてきたぞ。もしかも、もしや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 開けてきましたよ。開けて、空が開けてきた。お、看板です、皆さん。ここで、着きました。看板、だだん。山頂、209メートル。いただきましたよ。皆さん、山頂着きました。やったぜ、いただいたぜ。どうや、これがプロや。ちょっとわざとらしかったね。はあ、ここが山頂の景色ですか。ああ、書いてますね、山頂と自然歩道、山頂と書いてますね、ここに、書いてあります。ここですか、ここやつ書いてます。帽子が
ちゃ汗かいた。あ、気持ちいいね。早く見せろって話ですよね。ここの山頂でいいんだよね。これこうなんか映像で、とりあえずじゃあここの見せとこうか。じゃじゃん。でもこれ、これさ、これ大した。岩みたいなのがあったんだけどね、なんか違うかな、なんかちょっとごめん、ちょっと山頂トレイル着いたけど、ここいいんじゃないの、ここ。ここいいんじゃないですか。ここはなんとなくいい感じじゃない。ここちょっと山頂の景色っぽいね。いい感じの、まあ、雰囲気じゃないですか。座るところがあったんだけどね。ちょっとじゃあ一旦、閉めましょうか。皆さん、今回の一人、登山、初めての一人登山、非常に楽しく登らせてもらいました。またじゃあ、どこかの、山で私を見かけたら、気軽に声をかけてください。とても素敵な山でございました。じゃあ皆様、風が強いんで、本日も明日、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。